こんにちは。はい、ご飯を食べに来ました。ちょっと時間かかってしまうかも。今ね、お弁当でいっぱいなんですよ。はい、あ、そうなんだ。早く急ぎますけど。はい、待ってますよ。待ってますか。はい。じゃあビビンバ早いからビビンバにします。いいですか。申し訳ないですね。はい、あ、東方へで行き合いましたよね。もちろんです。あ、ありがとうございます。そうそう、あの、なんか私たち友達とご飯食べてた時に。ってた。そうです。ビビンバでいいですか。はい。こんなメニューありますけども、皆さんね、ちょっとね、お昼時はね、はい、弁当がね、うん、注文がちょっとね、殺到してます。タッチが来たの？すげえ。うん。それがなんか駅からなんとかっていう番組があるんですね。うん。栃木県から何年か来るの前から。で、うちは予定に分かってなかった。うん。松屋さんとか、うん、そこの先の喫茶店とか、あと肉屋さんとかので行くの間にタッチがうちを気になっちゃったんだ、帰ってきた。うん。だから本当にアポ何もなしで。うん。はい、何でも OK です。昼しかやってない、夜もやってる。わずか2時間の勝負です。なるほど。皆さんどうぞ暑いからね。でも準備と片付けで、うん、もう8時半から来て5時にまでやってる。何時頃来ると空いてます？空いてる時間ない？1時過ぎ。1時過ぎが一番、うち、ん、常連さん結構多いですね。うん、皆さん1時過ぎに来る。ああ、じゃあ今度1時半過ぎに来れば、そしたらもう全然冷麺とか食えるわけね。あ、もちろん。で、はい、じゃあこちらがビビンバです。今スープ出ますね。はい、じゃあ今日はキムチが3種類、これが白菜、カブ、ニラですね。はい、これいただいちゃっていいんですか。はい、どうぞどうぞ。ありがとうございます。ちょっとお待ちください。あの時のお友達の説明で分かりました。分かりました。小金ちゃん弁当の横って説明だけで分かりました。ここ昔からありますよね。いますよ。何年だと思いますか。当たったら無料になる。10年ぐらい？はい、21年。2003年にオープンされた。だから今24年ですよね。どうぞ、はい、召し上がってください。はい、ありがとうございます。はい、何なんです意味。
ビビンバじゃなくてピッピンバね。おお。ビビンバよりこっちの方がいい、こっちの方がいい。これもう明らかにこの店のおすすめじゃん。あ、そうですか。豚キムチ、豚キムチって言ったら、なんか時間がないと思ったら、これすっげえうまい。うん。どうもごちそうさまでした。とっても美味しかったです。特に豚キムチ。はい、どうもごちそうさまです。お母さんはいつも来るの？いつも来るの？時々ね。時々。うん、お野菜持ってきてくれた。いつもね、うん、違うの食べる。冷麺とかね、うん。メニューを、冷麺とか。まだ食べてないのビビンバ。ビビンバはあの、お弁当でよく食べた。じゃあもう全部食べたことあるんだ。だけど、ぼちぼちね。じゃあ、950円のビビンバ。はい。カブが550円。はい。1500円で。はい。じゃあ、夏の煮込みに食べたけど、ね。うん、この豚キムチがおすすめかな。うん、暑いのにすいませんね。気が悪くて。いい。美味しかった。はい、どうも。ありがとうございます。お気をつけてね。はい。はい、またお待ちしてます。はい、また来ます。今日は小金駅前にある清掃員さん、韓国料理ですね、行ってきました。いや、美味しかったです。
あの特にキムチ美味しかったんでね、ちょっとお土産に買っちゃいました。ここ豚キムチ美味しかったね。やっぱあの豚キムチのキムチはこのキムチなんだろうね、うん、あの手作り感があって非常に良かったです。ただね、今日暑いからもうキムチ食べたら汗ダクダク、まあしょうがないですね。暑い日に熱いものを食べる、これがいいんですよね。ではまた電車で帰ります。これ小金駅です。わかんないから、これ小金駅です。ではまた。